やっぱり調査公開ということで、調査の内容がですね、まあ、世界初であったり、まあ、一番目とかそういうことがあればいいなと期待しております。あんまりこう大公開っていうのをあの途中で降りちゃったりすることが多いんで、全部通じてっていうのはあまりないんですけど、楽しいことっていうのはそうですね、やっぱりこう船乗ってて毎日同じようなとこ眺めてるようなんですが、それぞれこう天気とか、また状態、また船の中の雰囲気とか日々変わるんでですね、そういうのがちょっと面白いかなと思います。やっぱり、まあ、役職柄安全であったり効率であったり考えてしまいますんで、情報をですね、事前に、まあ、調べていったり、今いろんな方法で情報を得られますんで、そういう最新の情報集めっていうのに気を配っているつもりです。横須賀はですね、やっぱり潜水調査船深海6500の支援母船ということで、その世界的にも、まあ、こう素晴らしい潜水船を積んで調査をする、いわゆるその6500のですね、最新の場に入れるということがやっぱりこの船の大きな特徴ではないかと思います。